マービン・シールズは、アメリカ海軍のフリーゲート、ノックス級フリーゲートの一隻。艦名は、ベトナム戦争で戦死し、名誉勲章を受章した水兵のマービン・シールズ三等工兵に、ちなむ。マービン・シールズは、ワシントン州シアトルのトットパシフィック造船所で1968年4月12日に、飛港する。1969年10月23日に、浸水し、 1971年4月10日に収益した。1983年7月20日、ニューヨークタイムズは、マービン・シールズが、空母レンジャー戦闘グループの一隻として、他の7隻の艦艇と共に7月15日に、サンディエゴを出港したと伝えた。艦隊は、西太平洋に向かい、その後中米へ進路を変更。ニカラグア、エルサルバドル。 ホンジュラスの沖合で同年末に計画された軍事演習の一環として訓練及び作戦活動に従事した。部隊は航空母艦レンジャー巡洋艦ホン駆逐艦リンド・マコーミック・フレッチャー・ファイフ・フリーゲートのマービン・シールズ・給油艦ウイチタ高速戦闘支援艦カムデンから構成された。1992年7月2日に退役し、1995年1月11日に 除籍されたマービンシールズはメキシコに売却された。メキシコ海軍ではアバソロの艦名で襲撃した。ありがとうございます。